テーマヘリクツ、はい、僕のまな娘小学校3年生なんですが、小学生になった頃からずっとアナウンサーになることを夢見ています。へ、僕はアナウンサーって大変な仕事だよ、言葉だけで全部伝えないといけないから、とっても頭良くないとできないよ。それからニュースの時間になるとアナウンサーの真似をよくするようになりました。うーん、先月僕が入院中、ふとテレビを見ると沖縄本がやってて、はっとなりました。凛太郎さんって一応アナウンサーだったと思い、見舞いに来た娘にミュージックシャワープラスプラスのユーストを見せて、うん、この男の人もアナウンサーだよ、勉強のために聞いてと言いました、うん、最初は笑っていた娘が時々驚いたような顔をするので覗いてみると、凛太郎さんが罰ゲームを受けるところやアナウンサーらしからぬ発言にびっくりしていた様子、僕はまたハッとしました。やば、アナウンサーになりたい子に見せるような番組じゃなかった。娘にはこの人は新人アナウンサーだからまだまだ仕事できないんだよと言われても似た意味のわからないことを言いました。凛太郎さんごめんなさい。凛太郎さん、アナウンサーを夢見ている我がまな娘をアナウンサーにしてください。まず何からやればいいですか、教えてくださいって。まずウェブストリーム見ないことから始めた方がいいね。それを止めることから、止めることから始めた方がいいね。そうなんだ。でも小学校1年生でしょ、うん、3年生今。あ、3年生でも小学校入った頃からアナウンサーになりたかったんでしょ、うんうん、すごいね。僕その年の時にアナウンサーって職業知らなかったと思う。マリも知らないね、うん、だいぶ後になってからだよ。これはなるね。ねえ、うん、しっかりしたお嬢ちゃんだ ね。もう教えることは何もない。特に僕からは。でも新人じゃないよ、20年だから今年。スーパーベテランよ。ふてぶてしただけね。